おはようございます、もしもです。いや、もうそろそろね、10周年ということで、今日はなんと2月14日バレンタインです。みんなチョコもらえたかな？ちなみに俺は1個も本当に1個ももらえずに終わりそうですね。まあ、今回はね、10周年も近いということで、絶対ね、公式放送で新しいコラボとか、まあ、既存のね、コラボとかいろいろ発表あると思うんですけど、いや、そこでね、このコラボ来るんじゃないかなっていうのを5つほど紹介していきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。さあ今回はね、復刻2つ、新規3つで考えてきました。まあ新規の方に関してはね、ぶっちゃけ、まあ俺の願望が強めなんだけど、また、言われてる、昔からね、言われてるものだったり、まあそういうものをね、ピックアップしてきました。さあまず1つ目は、やっぱり鬼滅の刃かな。まあ、これはね、ちょうどアニメも今ね、もう終わったのかな？ 2 期、3期。まあ、超激アツでしたね。もう作画もさすが UFO テーブル。もう超良くて、なんか爆発のね、描き方というか、あの炎のね、まあ、感じとか、まあ、本当に現実の炎と見間違えるんじゃないかっていうレベルで、もうすごかったですよね、とにかく。っていう、ま、つながりで、ま、鬼滅の刃コラボワンチャン来るんじゃないかなと。まあ、全然来てもおかしくないですよね。まあ、前回ね、第1弾で来た時めちゃくちゃ盛り上がったし、まあ、それよりは、どうかな、今の現状を見てると、まあ、あれぐらいの勢いでね、盛り上がってくれたら一番いいですけど、まあ、でもね、来たら絶対盛り上がると思うし、例えば、このね、煉獄杏寿郎。まあ、これもね、正直、ま、ベースとか、なんか無効貫通複数のキャラだしな、ちょっと使いにくいなっていう。で、究極進化、まあ、これは、まあまあまあ強かったですけど、まあ、最近はそんなに使われる感じはないのかなと。なんかレムーかなんかと組み合わされてね、リーダーでも強かったですよね。まあ、武器もね、一時結構強かったしね。なんで、ま、この辺だったり、まあ、炭治郎もそうだな、まあ、この形態にロック解除とかについたら激アツですよね。まあ、今のままでも十分強いけどね。まあ、あとはね、リーダースキルが情報修正されて、まあ、軽減が半減になるとかね。まあ、パズドラあるあるとして、復刻はね、めちゃくちゃぶっ壊れのキャラが出てくるかっていうと、まあ、あんまり出てこないんで、まあ、そこはちょっとあれですけど、まあ、猪之助の武器は、ね、今でも全然強いし、まあ、全滅か。もうこの辺もちょっとね、どうにかならんのかなっていう。まあ、悪くはないですけどね。まあ、あと確定購入のカナをね、まあ、この形態もたまーに使いますけど、強化欲しいですよね。まあ、あと無惨ね。まあ、無惨この形態強いけど、まあ、正直ね、究極進化とアシスト、まあ、なかなか使われてないんで、まあ、この辺も抵抗入れが欲しいですね。まあ、とかとかね、富岡義勇も周回で強かったですよね。まあ、あとね、サビマコね。サビマコも、まあ、フラッグシステムとかね、俺は結構使ってるから、あんまりサビマコは使ってないんだけど、まあ、この辺もね、システムとして結構面白いですよね。まあ、あとは、鱗滝サコンジ。まあ、これもね、ポチポチで50万固定が出せると、まあ、なかなかいいキャラですね。まあ、というわけでね、鬼滅の刃復刻してくれたらいいんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、渦井天元とかね、まあ、やっぱ出すんだったら、まあ、今ね、出すんだったら、やっぱ星8だと思うし、まあ、その辺の性能にも期待ですね。あ、そうだ、ネズコとかも強かったよね。そうだそうだ。まず一つ目、鬼滅の刃コラボでした。で、続いて二つ目の復刻コラボ、まあ、これはね、ハンターハンターが来るんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、どうですかね。まあ、何を見たってわけじゃないですけど、なんかハンターハンター来そうだなっていう、なんかハンターハンターそろそろ来てもいいんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、まあ、気になった人はね、ぜひ、まあ、調べてみてください。まあ、ハンターハンターもね、俺も、このコラボやってた当時はね、一応やってたんですけど、あんまりね、覚えてないというか、まあ、ゴンとかね、キルア、カイト、ネテロ、クラピカ、レオリオ、クロロ、ヒソカ、ビスケ、ゲンスル、ジェド。まあ、この辺がラインナップされてましたね。で、まあ、カイトとかはね、結構リーダー性能高かったような、新キャラとしては誰が出るのかな。ハンターハンターもね、話が進んでないから、新しいキャラを追加するってなかなか難しいと思うんだけど。まあ、あとね、俺がハンターハンターちょっとね、見たことないっていうので、めっちゃね、おすすめされるんだよね。まあ、ハンターハンターね、面白いってよく聞くもんね。だからめっちゃおすすめされるんだけど、なんかおすすめされれば、されるほどなんか反抗したくなるじゃないけど、見てないですね、結局。やっぱ俺はね、ちょっと、その、なんていうのかな、この漫画いいよっておすすめされても、どうしてもね、完結してたのをなんかまとめ買いしたいみたいな。なんかわかるかな、こう、ハンターハンターとか結構止まってるじゃないですか。まあ、止まってるっていうのが原因ではないんですけど、完結してないとなんか今から読み始めてもなっていう、一気にね、数日で読んじゃっても、結末がわかんないからなんかモヤモヤするみたいな。で、まあそういうのでね、ちょっと、まあ今ストップって感じですね。まあいつになったら完結するんだって感じですけど、まあ完結したら全部買って読もうかなと。まあもしくは、まあ今回ね、もし、まあ、仮にね、コラボが来た場合はちょっと読んでみようかなっていう気にもなりましたね。でも俺、どっかのね、タイミングでゴンがね、覚醒するなんか髪の毛伸びるところだけ見ちゃったんだけど、それがもしかしてこの作品の一番の見どころだったら嫌だな。なんかね、蹴りで、なんだっけ、ネフェルピトーだっけ、あれをな、吹っ飛ばすみたいな。すげえな、こいつって。なんか、ドラゴンボール味を感じたっていうね。っていうのでね、ちょっと、まあ、読もうかなと、もう5年ぐらい悩んでます。だから今回のね、このタイミングで、まあ、コラボが来るんだったら、まあ、来ないかもしんないけどね。まあ、来るんだったら、ちょっと読んでみようかなと。まあ、ただね、石5個だからね、10周年のタイミングでハンターハンターコロってなんか若干、
間インパクトがなんか新規コラボとか欲しいよねやっぱりって考えると、うん、どうかな、復刻でね、復刻のコラボを一番バーンってねメインに持ってきちゃうと、まあ、それはそれでどうなのかなって気もするんで、まあおそらくは新規コラボもあるでしょう。さあというわけでこっからは新規コラボですね、まあ、完全に予想というか、まあよく言われてるコラボもありますよね。まああとは願望、俺のね勝手な願望と、まあ、含めて話していこうかなと思います。さあまず一つ目、これねずっと言われてるよね、ワールドトリガーコラボ。俺もちょっとほんと申し訳ないんだけど、ワールドトリガー見たことなくて、ちょっとね、アニメで、深夜アニメだったかな、なんか、やってるのをね、ちょっとだけ見たことあるんですけど、本当に話の内容とか全然わかんないんで、まあ、どのキャラがね、強いとか、まあ、これ敵キャラなんじゃないかなっていうのは全然わかんないんですけど、なんか一応ね、モンストでもコラボしてたっぽくて、でなんかアニメもね、割と最近にやったということで、ワンチャンあるんじゃないかなと。まあ、時期はね、ちょっとアニメの、放送時期とは若干ずれてるらしいんで、まあ、そこもね鬼滅と一緒で、まあ、タイミングが今かなって言われると、まあ、若干怪しいですけど、これもね長く言われてるコラボなんで一応取り上げておきましょう。でモンストの方ではちょっとね読み方間違ってたら申し訳ないですけど、カラスマっていう人とかあとキサキレイジ、押田真嗣かな、押田真嗣、あとはこのね主人公っぽい久我悠真くん、この子ねよく見るから多分主人公だと思うんですけど、違ったらごめんなさい違ったらちょっとあれだな。あとはね、コナミキリエちゃん、女の子かな、ちょっと髪型が呪術廻戦の釘崎野原に似てますね。まあ、とかね。なんでまあこの辺ももしねコラボで来るんだったら、まあパズラにもやってくるんじゃないかなと思います。でなんかモンストはね、スターターパックみたいなの一応発売してて、でこれ多分スターターパックって書いてあるんで、確定のキャラだと思うんですよね。でそれが泉洸平。強そうっすね。なんかフェイトコラボのあの雑誌王に似てますね。なんでこの辺ももしかしたらパズラで来るんだったら確定枠になるのかなと。まあ、あと敵キャラとしてはガトリンとか、影浦隊とかね、まあ、出てきてるんで、まあ、モンストと合わせる必要はね、全くないですけど、まあ、敵キャラとして出てくるんだったら、イコマ隊とかね、これ敵なんだね。なんか味方っぽい風貌だけど、まあ、この辺も敵キャラとして出てくるんじゃないかなと。で、まあ、多分ね、10周年のタイミングでもし来るってなったら、まあ、石10個なんで相当性能は高いと思います。ワールドトリガーもね、すごい人気な、あれだもんね、コンテンツだもんね。まあ、全然あり得るんじゃないかなと思ってます。あ、ちょうど今やってるんだね、モンスト。あ、そっかそっか。いやーってことはどうかな、モンストがやってるから、その後立て続けてね、そら10周年でワールドトリガーってなってもん？なんかモンストは普通にねコラボやっちゃってるけど、しかも第2弾だしみたいな、なんか盛り上がりに若干欠けそうな気が、なんでね結構ぶっ飛びなコラボ来てほしいですよねやっぱり。はい、というわけでワールドトリガーコラボでした。さあ続いて2つ目ですね。こっからは俺の完全にこのコラボ来たらいいなっていうのを2つ取り上げていきます。まず1つ目、転生したらスライムだった件。これワンチャン来ないかな。転スラ来てくれたら俺めちゃくちゃ嬉しいんだけど、まあ転スラはね新しくなんだっけ、魔王と竜の建国譚、あのゲームもね結構面白くて、俺もねちょくちょくやってるんですけど、まああれがね出ちゃったからどうかなっていう気はしなくもないですけど、まあ一応ね逆転オセロニアとかね、まあ、この辺のゲームとコラボしてるんですよね。なんでパズドラもねワンチャンないかなーっていう。まあ転スラもね今アニメやってるわけじゃないし、うん、ちょっとタイミング的にはま怪しいですけど、リムルとかね、まあリムルは当たり前だけど、あとミリム、日向坂口とかね、なるほど、まあこの辺のキャラが出てるっぽいです。でディアブロ、ベルドラ、うん、ベルドラもね、ベルドラちょっと確定枠っぽいな。うん、シズさんとかもね、シズさんはなんか交換状っぽいけどね。今ね、テンスラのコラボ情報みたいな見てるんですけど、いや、結構いろんな作品というかゲームとね、コラボしてますね。エイリアンの卵かける転生したらスライムコラボ、開催予定と。あー、ここと被っちゃうからなー。開始日は2022年2月14日と。いや、これはちょっと、テンスラ怪しくなってきたな。あとアッシュテイル、このゲーム知らないな。あとはドラゴンスマッシュね、有名ですね。ドラゴンスマッシュもうコラボ開催してますし、まあ、さっきも言った通り逆転オセロニアでもしてますと。なるほど。であとはクラッシュフィーバー、あクラッシュあクラッシュフィーバーめっちゃ懐かしいな。クラッシュフィーバーね、テンスラコラボ2段やってるんだね。ってことは1段はもっと昔か。じゃあパズドラも来ても全然おかしくないね。うわ、剣と魔法のログレスとか超懐かしい。いや、パソコンでやってたな昔。それのあれかな、ソシャゲ版なのかな。まあ、とかね、いろいろコラボしますと。パワープロくん可愛いね、ディアブロね。あ、パワープロくんなんかともやってますよと。意外とコラボしてないもんかなと思ったら結構やってましたね。まあ、でもこれもどうかな、10周年のタイミングっていうとコラボ被っちゃうもんね。なんでまあ来ないかもしれないですけど、まあ、来たらいいなっていう。まあ完全にこれは願望ですね。はい、というわけで転生したらスライムだった件、これも来てほしいですね。そして最後5つ目、これ結構どうかな、ナルトコラボ。いや、ワンチャンないかな、ナルト。ナルトね、俺も結構好きだからね、来てくれたら嬉しいんだけど、まあ一応ね、ナルトもまあソシャゲもコラボしてたのかな、消滅都市とかね昔コラボしてたっぽいですね。
まあ、あとはソシャゲじゃないですけど、フォートナイトとかね。まあ、一応最近コラボしてるんで、ワンチャンパズドラに来てもおかしくないんじゃないかなっていう。まあ、絶対ね、コラボができないっていう。まあ、ワンピースだったり、ジョジョだったりね。うん、それは若干コラボが怪しいって言われてますけど、まあ、ナルトだったら可能性はあるんじゃないかなと。版権多分めっちゃ高いけどね。だから、ガンホーが版権払えるのかっていう。でもね、やっぱ、ナルトもね、タイミングとかそういうの今ないじゃないですか。今、ナルトの絶好のね、タイミングっていうのがなかなかないと思うんで。ってなったら、まあ、全然10周年にぶっ込んできても面白いんじゃないかなと思ってます。で、まあ、今後のね、ことも考えると、一気にいろんなね、キャラを、なんていうのかな、その、何々編とかあるじゃないですか。そっからね、かき集めてくるって感じじゃないと思うんで。まあ、やるんだったら最初は、少年期なのかな。もうなんかどうせだったらね、疾風伝からやってほしいですよね。まあ、少年期もね、すごい良かったけどね。まあ、出てくるキャラとしては、例えば、渦巻きナルト、まあ、これは出てくるでしょうね。で、サスケ、確定枠っぽいね。サスケも出てきたらちょっと確定枠っぽいかも。あとは、なんだろうね。あと、サクラ、カカシ、まあ、ロックリー、ネジとかね。まあ、この辺は、まあ、どうかな。ネジ怪しいかな、若干。まあでもまあ、テイレアでも全然出てきそうですよね。また、テンテン、イノ、シカマルとかね、長寿、ヒナタ、キバ、シノ、マイトガイ、いやもう多すぎか、これはさすがに。あ、ジライアは、配布っぽいなー。なんかジライアはね、ガチャで引きたい気もするんですけど、まあ、配布っぽいキャラクターではありますよね。まだ、ジライアかツナデかな、配布だったら。なんかツナデはすごいね、回復役で強そう。あと、ミナト。まあ、ミナトはどうかな、敵キャラとして。敵じゃないんだけどね。全然敵じゃないんだけど、敵キャラとして出てきても面白いかも。また、ガーラとか、まあ、カンクローとかね、テマリとか、キラービー。まあ、あとは、大抜きは、まあ、ないだろうね。大抜けないね。あ、イタチ。イタチ敵で出てきそうだね。なあ、その辺面白そうかも。なんか、アカツキとか、そうか。やっぱ敵キャラだったらね、アカツキ出てきそうだよね。イタチ、キサメ、カクズ、ヒダン、デイダラ、サソリ、まあ、とか、この辺だね。で、まあ、少年期だったら、まあ、少年期の、まあ、テマリ、ヒナタとか、キミマロ。まあ、キミマロも敵としてワンチャンあるかもね。で、あと、オロチマルとかね、カブトとか。まあ、ナガトはどうだろう。ナガトは出てくるんだったら、まあ、敵キャラとして。まあ、でも、これちょっと先行きすぎだけどね、マダラとか、まあ、とかね。あ、そうだ。あれなんだよね。俺、オトニン結構好きで。まあ、タユヤとかね。まあ、キドウマル。まあ、この辺もね、敵キャラとしてぜひ欲しいですね。いや、ナルトコラボ来たら熱いね。やっぱキャラクターとかね、こう思い出したり見たりしてて思うのは、やっぱ来たら熱いですね、これは。いや、来るんだったら本当に10周年のタイミング、もう今しかないんじゃないかっていう。だって10周年だったらね、魔法石10個って言っても、あー10周年だからな、仕方ないよな。10周年でね、魔法石7個の新規コラボって言われても、なんか10周年だから10って思ってたのになーっていう。なんか今だったら反感変わりなそうなんで。まあこういうね、ナルトだったり、まあ、ちょっとね、そういうお高いコラボは、まあ10周年でね、石10個ってバーンってね、やっちゃった方が、まあ後々いいんじゃないかなと思ってます。で、まあ最後になっちゃうんですけど、ドラゴンボールコラボね。一応ね、ドラゴンボールコラボも、まあこの前のね、全然期間が来てないコラボランキングみたいな、そういうね、動画上げて、まあそこでね、一応喋ったんですけど、まあ来る可能性は10周年あるんじゃないかなと思ってます。まあでもね、その反面、なんか来るんじゃないって言ってる人と、絶対来ないだろっていう、なんか半々でね、れてるんで、まあでもね、コラボするんだったら今のタイミングが最適かなと思ってるんで、どうかな。まあ俺の中ではドラゴンボールコラボね、10周年来るんじゃないかなって気持ちがね、強かったんですけど、まあいろんなところ見てると、なんか来ない派の意見もね、結構多くて、まあなかなかね、怪しい部分も見えてきちゃったんで、まあ今回はね、一応まあカッコ6個目としてドラゴンボールコラボ、スーパーコラボかな。まあ下位とか Z とか、まあ、そういうのは多分ないと思うんで、まあスーパーコラボとして新規コラボ新しく来るんじゃないかなと思ってます。なんか絶対来ないって言ってる人もいるしね、まあ、来るんじゃないって言ってる人もいるしっていうのでね、ここは一番難しいですね。本当ナルトとかだったらね、もうぶっ飛びすぎてて、もう逆にどうなんだっていう感じがしますけど、ドラゴンボールコラボはね、全然可能性もあるしね。なんでそこちょっと難しいかなと思って、まあカッコ6個目ドラゴンボールコラボというわけでした。まあ、みんなのね、期待してるコラボ、まあ、復刻コラボでもいいし、新規コラボでもいいしね。まあ、これ来てくれたら盛り上がるんじゃないかなとか。あとなんかね、見たのが、窓マギコラボとかね。窓マギも結構人気だったね。来てほしいなっていう。まあ、他にいろいろ作品上げていくと、例えば、まあ、ちょっと早いけど、呪術廻戦とかね。あー、まあ、呪術廻戦は早すぎるから来ないかな。まだ、進撃の巨人。僕のヒーローアカデミアはワンチャンあるかな。まあ、あとは個人的には、ハガレンとかね。コードギアスいいっすね。コードギアスね。キングダム。あとセーラームーン。ルパン三世。へー、この辺もいいですね。はい、というわけで、これね、繰り返しになっちゃいますけど、まあこれ来たら盛り上がるんじゃないとか、まあこのコラボ個人的には来てほしいなみたいな、全然ねマイナーな作品でもいいんで、まあそういうのがあればぜひコメント欄に書いちゃってください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャ、アディオス。